子猫の地位が始まるよ。お母さん、ご飯まだですか？はいはい、ちょっと待ってね。地位のやつ。おいちうんごポンポンラウヒュやへ、あそぼーちーやへ、やへうんごどうだち気持ちいいかよしよしよしお気持ちよくないのかどうなんだちーちーなんだそのだらけた生活は。それよりお前の家での態度だ。なんだあの振る舞いは。へ、どういうこと？俺たちは常に優雅に生きていなければならない。座っているときはピンと背筋を伸ばし、歩くときは颯爽と歩かなければいけないんだ。そうなんだ。うご、全然わかってないな。だが誰かが教えてやらねば。このままではこいつは。ちぃ、これを見るんだ。よく聞いておけ。家の中には順位がある。獲物を取る者は取らない者より偉い。お母さん、お父さんや傭兵より偉いんだね。だが実は獲物を取れるかどうかが全てじゃない。家の中で全ての頂点に君臨するのはそう、俺たちなのさ。やったー、すごい。喜ぶのはまだ早い。今のようなだらけた生活をしているとこうなる。なぜならだらけた態度をとっていると尊敬されないからだ。尊敬？あいつらは優雅な俺たちに憧れている。ご飯を用意したり遊んでもらおうとするのは俺たちにメロメロだからだ。メロメロ？簡単に言うとだ、うまいご飯をずっと食べたいなら常に優雅でいなければならない。そこで俺が正しい振る舞い方を教えてやろう。それってそうだ、レッスンだ。
それではレッスン1、2回我慢せよ。2回我慢。そうだ、2回までは反応せずにじらし、3回目で答えるってことさ。はあ。俺が合図してやる。やってみろ。はい。チー、ミルクよ。ふっ。答えるな。レモン呼んでるよ。まだあえて答えないんだ。チー。まだだ。うん。チー、チーってば。いいぞ、今だ。お母さん。チー、もうどうしたの？あら、ヒグマ猫さん、二人で遊んでたのね。はい、ミルク。ミルクだ。ダメだ。ミルクなのに。我慢するんだ。いつもなら飛びつくのに、おかしいわね。じゃあカリカリはどう？ご飯だ。ダメだ。チー、ご飯食べたい。耐えろ。いやだ。耐えるんだ、チー。ご飯。どうした？チーってば、ミルクにもご飯にも口をつけないの。弱ったな。コーヒーなんて飲まないよな。猫にコーヒーあげちゃダメよ。今だ、行け。まずい。チー、何やってるのよ。変だな、他のも試してみよう。ちくわはどうだ。我慢だぞ。ダメだぞ。ダメだな。キャベツはどうだ。いけ。これでいいの？ああ、上出来だ。二人を見てみろ。一体どうしたってんだ。心配だわ。お前に注目しているぞ。本当だ、チーのこと見てる。では続いてレッスン2。追うよりも追われろ。どういうこと？俺の言う通りにすれば優雅になれる。猫の様子がおかしいときは。お、チー、まずはニコニコ近づくんだ。ニコニコ。続いて目をじっと見つめる。うん、なんだ、遊びたいのか。今だ、ぷいっと後ろ向け。ぷい。どういうこと？チー、ぷい。人間は急に背中を向けられると追いかけたくなるものなのさ。ニコニコ。あら、チー、どうしたの？じーっと見る。抱っこしてほしいの？ぽい、ぽい、ぽい。なに？じー、待ってよ。お父さん、何かしたか？ぽい。チー、なんだかわからないけど、お父さんが悪かったよ。ごめんね、許してチー。お、あいつマスターしたな。チー、優雅だった。ああ、よくできていたぞ。いや、完璧と言っていいだろう。やったー、チー、すごい。二人の顔を見てみろ。ケント君。どうすればいいんだ。どうしたの？実はチーが。わーい、みんなチーのこと見てる。よし、特別にもう一つレッスンをしてやろう。その名もスペシャルレッスン。大げさに喜べ。前のレッスンで
みんなが地位にやきもきしている。そんな時にとっておきの笑顔を見せてやるんだ。うん、地位、今日は変なんだってね。どうしちゃったの？みゃー、気持ちいい。全然ダメだ。もっと体を使って表現しろ。体？こうだ。うごうご。あ、うごうご。うごう。うごう。やってみろ。はい。うごうご。うごうご。なにこれ。もっともっとだ。お父さん、お母さん、チーが。続いてジャンピングニアだ。ジャンプして、うご。ジャンプして、うごうご。いいぞ、その調子だ。うご。もしかして変な病気にかかっちゃったのかしら。やっぱりそうかな。チー、病気なの？ヨウヘイ、キャリーを持ってきてくれ。チーを捕まえよう。わかったわ。おめでとう。もう俺が教えることはない。やった。捕まえた。キャリー持ってきたよ。さあ、病院に連れて行くぞ。手遅れにならないうちに急ぎましょう。うご、すまん、チー。お母さんが面白いポーズをしている。よし、一緒に挑戦だ。次回、チー、コーチする。ポーズだ、チー。